しいろいろ始める仙台いろは。今回の仙台いろはは今話題のイベントをチェック。もしもの世界に行ってみよう。今回やってきたのは仙台駅東口にある TFU ギャラリーミニモリ。現在ピクサーアドベンチャーもしもから始まる冒険の世界が開催中です。もしもあなたの知らないうちにおもちゃたちが動き出していたら、もしも人間を怖がるモンスターの世界があったら、そのもしもをテーマにしたディズニーピクサー作品の創造的な世界の中に入り込んで楽しむことができる体験型のイベントです。はい、チーズ。ありがとうございます、はい、村上さん、中はまさにディズニーピクサー映画の世界ですね。はい、ピクサーアニメーションスタジオ全面協力のもと、各キャラクターのディティールまで徹底的に再現したイベントなのです。ウッディやバズの仲間となって物語を振り返るトイストーリーエリア、扉を開けてモンスターたちの世界を覗き込むモンスターズインクエリア、マックイーンやメーターたちが住む街に入り込むカーズエリア、マーリンやドリーと一緒に海で巻き起こる危機を体験するファインディングニモエリア、各エリアでは自由に写真が撮れるほか、クイズの仕掛けもあり、子供から大人まで楽しむことができます。このポストカードかわいい。こちらのポストカードは展覧会限定商品なんですよ。へえ。会場では多数のディズニーピクサー関連グッズのほか、ここでしか手に入れることができない限定グッズもあります。また映画を見返したくなっちゃったな。ピクサーアドベンチャーもしもから始まる冒険の世界は4月23日まで東北福祉大学仙台駅東口キャンパス TFU ギャラリーミニモリで開催中です。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。